そのオブジェいつまで持ってるの私って思うようになってきて、はい、写真って行為が絶対カメラを通さないとできない、多分なんか準備をしてたんだなって離れていく。こんにちは、早見浩です。本日のストーリーテラーは秋尾長沢ギャラリーで開催中の片山麻里写真展リーブテイキングにお邪魔して片山さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そうで、なんかさっきもちょっと片山さんとお話をしててね、うん、今日来る前に改めて京都グラフィーのトークも聞いてて、うん、なんかね、片山さんのトークの始まりの京都グラフィーのトークか京都グラフィーのトークの始まりがすごい好きでなんだっけ、なんか聞こえてないみたいなどうしたらいい、それ今どういう状況って片山さんが始まってる、あれ本当にね、うんうん、打ち合わせ何にもなくって、そうで、なんか、うん、こうチェックしてる時にサイモンがなんか陰性、プラスマイナスみたいな、なんかコロナが流行ってたよね、まあ今もだけど、その時の T シャツ着てて、へーとか言って、コロナ何すんのみたいな感じだったから、あれはよく覚えてます、すっごく激ヤバだったことを。いやいやいや、でも内容はすごい大丈夫でした、うん、内容はすごいトーク良くて、でだからなんかあのお話なんかはやっぱり、うん、特にまあこの動画を見られる前に、うん、まあ、もうちょっとその片山さんのまあ、これまでの作品っていうのを知りたいっていう方はあの動画がおすすめなので、うん、あれアップされてるんですね。アップされてます、そもそも、うん、1000人以上見られてましたよ。いやー、そうそうそう、だからぜひご覧いただいて、はい、まあ、勝手にリンクを貼っておきますのでありがとうございます見てもらえればと思うんですけど、はい、で今日ちょっとお伺いしたいなと思うのはもちろんその新作の、うんうん、リブテイキングっていうシリーズなんですが、まあ、この話に行く前に、うん、ちょうど同じタイミングで秋尾長沢ギャラリーさんから、はい、まあ、この新しい写真集ですね、うん、出られてまして、こっちはマザーリバーフォーミングっていう作品、うん、まあ、タイトルになっていて、はい、いわゆる写真三部作って言われてる片山さんの三部作がここに収められてるということなので、まあ、ちょうど同じタイミングで出してる新作とこれまでのやつをまとめてるみたいなところがあるから、ぜひその辺の関わり合いもあればお聞きしたいなと思っていて、いくつか質問できればと思ってますのでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますなんか急に硬い感じになっちゃった、緊張してきた、あ、すいません、どうしようかな、今回でもこの合わせてその展示に合わせてこの写真集作ろうと思ったきっかけって何だったんですか、うん、まあ、一番は、うん、これはまあ言っていいと思うけど、秋尾さんが本を作るの大好きなんですよ、まあ、写真も大好きだけど本を作るのがすごい好きで、うん、本作ろうよって言ってくださって、うん、で何がいいって言われて、この3部作ちゃんと最初から最後までまとまってる本がないからそれが欲しいって言ったら、うん、いいじゃんいいじゃんとか言ってえ大変ですよ、すごい量ですよみたいに言ったら、いいよって感じであとはもうほぼ99.9% 秋尾さんにお任せして作っていただきました。で、ね、で本当に、まあ、基本的にこの3部作ってストーリーが展開されているので、うん、まあ、ナンバー通り1番から、はい、まあ、最後まで順番にやってくださいっていう以外は本当にお任せしたらこんないいものができちゃったねえ、でもほら、うん、その元々発表は2016年から10、
7年ですか、はい、の期間で、うん、まあ、制作、まあ、発表していて、うん、しかもその、まあ、ここにもありますけどギフトでも一部入ってだから、うん、はい、そういう意味で言うと、うん、この見せ方とここの見せ方だとかなりまた変わってきてると思うんですけど、うんうん、それこそ京都グラフィーのトークの中で、はい、その片山さんの作品ってこう徐々にやっぱり当然そうですけど、うん、前の作品があるから今の作品、うん、まあ、あ、ごめんなさい、次の作品、うん、次の作品があるからその次っていう風にこう進化してるような流れをやっぱり感じていて、うんうん、なのでそういう意味でじゃあ今回来てるこのリーブテイキングってどんな作品なんだろうっていうのを改めて聞いてみたいなと思ったんですね、うん、はい、そうですね、うん、あの何かの転換期というか、うん、すごいこう何かが変わるか力を本腰を入れるっていうのに、そういうタイミングに必ずカメラがあったんですよ今思い返すと、うんうん、でハイヒールプロジェクトを始めて、でこれプロジェクトはあの作品なんじゃないって当時の副作だった小畑和恵先生に言われて、うん、えこのプロジェクトが作品になるのか、じゃあ、なんかこう見せる方法として一番いい手段は何だろう、あそうだ写真の授業を受けてた写真を撮ろうみたいなで、まあ、それで初めて間宮645を先輩に借りて、はいはい、初めて中盤のフィルムをこう入れて、はい、初めて撮ったのがハイヒールプロジェクト の, あの、うん、子供の足の足、あと私と小さなハイヒールを履く私っていう2点作 で,、うん、でそれを作っちゃったから、うん、それ以降、それがちょうど2011年に発表するんですけど、はい、それ以降超えられる写真を撮れた実感がずっとなかったんですよ、ずっとずっと。でその2点作、ハイヒール2点作って呼んでる、それは、まあ、今までのオブジェを全員集合させて、うん、で部屋の中で撮る、まあ、いつもの私のスタイルなんですけど、うんうんうん、小畑先生にもう学生のこのタイミングでここまで全力で制作に打ち込める時期っていうのは本当このタイミングしかないし、うんうん、それにこれから人生すごく長くて、振り返った時に私はここまで頑張れたんだから、どんな嫌なことがあってもまた立ち戻れる、そんな作品を作りなさいって先生に言われたんですね、うん、で学内展、まあ、卒修展の1ヶ月前ぐらいの学内展で出したやつは全然良くなくて、うん、その1ヶ月でどうしたらいいんだって、まあ、フィルムからこうスキャンしてなんとかデータいろいろいじったりなんだりしてまあで仕上げたのがあの1ヶ月後の卒集点 で, でも本当にそれができなかったら、まあ、もう留年してもいいやぐらいなぐらいもう頑張んなさいって、うん、でもっとこの先の人生のための作品を作れと言われて、もしかしたら作らないかもしれないし、作家活動しなくてもここまで頑張れたっていう自信の持てる結果を出しなさい、うんうん、結果が出るまでは終わらせるなみたいな、うん、そうって言われて作っちゃったやつだから、はいはいはい、そう簡単に超えられないんですよね、はいはい、でなんかずっとその後もモヤ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 しちゃって、で2016年あたりに、あ2016年ですね、うん、六本木クロッシングが決まって、はい、その時にまたオブジェを全部出しする予定だったんですね、はいはい、うん、そのオブジェの全部出しのタイミングでもう一回その卒集展の時みたいに撮ってみようって思って、うん、卒集展の時が間宮645のフィルムをフィルムスキャンしてインクジェット出力したものだったんですね、はいはい、で超えられないのはきっと方法のせいだと思って、まるっきり同じ手法で今回はバージョンアップしてハッセルブラッド553 ELX だとかそれを取り寄せて、まあ、買って、うん、オークションで買って、うん、で同じ手法で撮ったんですよ、うん、撮ってフィルムスキャンしてインクジェット出力して、うん、でまあ、それはシェルとビーストって作品になったんですけど、はい、やっぱ超えられなかったんですね、うんうん、いい作品だけどどうしてこううん、もうあの壁が越えられない恐ろしい、はい、カメラっていうものをちゃんと向き合わなきゃいけない、うん、でオブジェは全部六本木クロッシングに出しちゃう、でそのタイミングで個展が決まってて、はい、3331ギャラリー の,、うん、あの2016年4月3月かな、うん、春ですね、であれオブジェ全部出しちゃったから出すもんないじゃんみたいになってあじゃあ本当に今は写真を撮れてタイミングなんだって思って、でそれでちゃんと写真を撮ろうって決めたのがシャドーパペットだったんです。でそのタイミングあたりから実を言うと2016年なんですけど、2015年から直島にリサーチに行ってて、
で結構直島ってその文楽の話だけじゃなくてもその島の歴史とか、まあ、どうやってああいう風な島になっていったか、芸術祭を始める前の話とか、で今もはらんでいる、まあ、いろんな問題もあるし、でそういうのをこうリサーチしていく中で、あの人の手とか人と何かを作るとか、まあ、初めて、まあ、アーツ前橋のレジデンスで一度自分の家の外に出て写真を撮るとか作品を作るっていうのは経験したけど、全くゆかりのない土地で何かをやるっていうのを初めて経験して、何かしなこの土地で何かしなきゃいけないっていう結構焦りにこう、もうなんか襲われていて、でその時に文楽とかもリサーチを始めてて、あそうか足が手になってるのねっていうところから、まあ、その直接的な作品はバイスタンダーになるんだけど、その手っていうものに対する興味がシャドーパペットの手のシルエット、手の形とか、その大きさを変えたり小さくしたり、もうこう形のこうなんか、なんて言うんだろうな、輪郭とかそういうものを一番分かりやすく、そしてそれでいて私とものすごく近かったオブジェとは違う形で自分の体と向き合う方法は写真がすごくぴったりだったんです、ね、それで、まあ、結構多分3日ぐらいでシャドーパペットシリーズ撮って、そうなんですね、すごい。でそのまままた直島のリサーチで撮ってバイスタンダーになって、その直島の個展が2016年の10月だったんですけど、このタイミングで妊娠が分かって、最初、まあ、妊娠したから撮ったってわけでもないんだけど、個展に向けての撮影をしなきゃねっていうので、川をイメージして、で撮ることは決まってたんですよ。で、あそっか、じゃあ地元のことを考えてみるかなって思った時に、まあ、直島でのリサーチで、ゴミの埋め立ての問題とかがあるんですけど、はい、島のね、近隣の島で、で、あれ群馬栃木めっちゃ近い、あれ足尾あるじゃんみたいな、そっかこんな身近にこんな問題があったんだ、でその時にオンザウェイホームに意識が向いてった。でそれで、まあ、娘がお腹にいるうちに何ができるかなってなった時、やっぱりカメラ撮影する、写真をすると撮るっていうのがすごくしっくりすくる方法だったんですね。で3部作は3部作を撮ろうと思って撮ったわけじゃないんだけど、こう自然な流れで走行に行っていく、でそれが2016年の1年間にあったっていうか、すいません、なんか支離滅裂になっちゃったけど、いやすごい分かりやすかった、あ、じゃあもう本当にその1年、まあ2年か、でも発表も含めると、まあでもリサーチも入れるから3年ぐらいになるんですかね。それぐらいかかりましたね、間にこの3部作が一連の流れとしてこう生まれてくるわけですよね、だけどそのある種そこの、まあ、妊娠出産っていうところを一つの区切りに、制作がやっぱり当然ですけどもう一個もっと大変なものが生み出しちゃったから、なかなかできないっていうことが多分あったと思うんですよね、そうですね、リーブテイキングについては、それもまた結構カメラっていうのがすごく重要で、まあ、今までオブジェがあっての写真撮影、セルフポートレートがあったよねって、でただそのオブジェいつまで持ってるの私って思うようになってきて、まあ、ずっとね、実を言うとオブジェを展示したりオブジェを使って撮影するたびに、なんかこのオブジェはまあ2005年から作ってるものがコツコツ増えていってるんですけど、なんかずっとこの人たちに頼ってる自分って果たして現代アーティストなのかってすごい思っちゃって、現代って同時代性だから、今生きて今作ったものじゃないとなんか違う気がするって思ってて、高校生の時に作った義足とか持ってもやっぱ実感が湧かないっていうか、その構成する一つであって、でもなんでこれをずっと私は持ってなきゃいけないんだろうってちょっと、でいて2019年のベネチアとか、あと、まあ、その年2019年自体もイギリスで初個展してベネチアに出てアメリカで初個展してって、そのあとパリもあったかな、1年結構オブジェがいろんなところにこう世界中を旅してきたんですね、
で2020年ぐらいに全部が戻ってきて、あのメンテナンスしてたら結構みんなボロボロになってて、まあ、まあやっぱ外に出れば出るほどね、光にも当たるし、あの過酷な環境なので半年ぐらいねやってる展示ですと、でもうこの子たち私は大事にできないんだなって、私が持ってたらこのままずっとどんどんこう外に出しては疲れ果てた子たちをちょっと埃払うぐらいで、縫っちゃったら違うものになっちゃうし、うんって思った時に、あの美術館への所蔵の話をいただいて、で、あ、これはチャンスかもと思って全部寄贈しますって決めたんですね。でそれでじゃあ最後に本当に最後に全員集合で撮ってあげようって思ったのがリーブテイキングだった、うん、そういうことか。だからリーブテイキングって日本語にするとさようならですよね、うんうん、そうですね、グッバイだし、はい、なんでなんだろうって思ってたんだけど、うん、そういう意味があったんですね。そう、まあ、もう本当にね、うん、こう私のこういろんなコンセプチュアルなステートメントがみたいなんじゃなくて、うん、こうだったからああなってこうなってこうなってこうなったみたいな感じで説明しちゃうと本当に、うん、あれあそうなのね、そりゃそうだよねみたいな話なんですけど、ただ本当そのオブジェをじゃあ手放しましょうって言ってじゃあ最後に撮ろうねっていう、こうなんか自分の中での、うん、あのシェルとビーストを撮った時にあの作品を超えてやると思って撮ったんじゃなくて、はい、この子たちをちゃんとこうなんだろうな、送り届けてあげよう、その前になんか一番今の私ができるベストで 100% の方法で残してあげようって思えたのがあの富士フィルム690とブローニフィルム、そしてあの、まあ、ハイヒールの二点作とかシェルビストの時にはフィルムスキャンしてからのデジタルプリントだったんですけど、はい、その後に知り合った本当に信頼できるプリンターさんのおかげで、うん、彼は35ミリを150ミリ伸ばすんですよ。マックスで35ミリフィルムを 1500×1000 までいけますよっていう人で、はい、う手焼きでね、その人と出会ったから、うん、この人とならちゃんとフィルムのままプリントできるって思って、うん、で今回はもうフィルムのままで手焼きでやろうって言ってブロニーで撮ったっていう人たち。なるほどな、うん、そっか、だから、うん、ステートメントだったのかな、うん、にあの信頼できる技術者の方との出会いがあって、うん、実現できたっていうようなことが書いてあったけど、うんうん、そういうことだったんですね。そうなんです。はあ、なるほどな。いや、あのすごいなんかやっぱ今の話で良かったなと思うんですけど、そうやって見た時に、うん、この作品、まあ、送っていただいてる写真があるので、うん、まあ、ちょっとそれ見ながら教えていければと思うんですけど、はい、受け取るものっていうのもやっぱり見えてくるというか、うん、だからここにあるものはあの今までのその片山さんが作ってこられてきたものたちがある種そのもう最後かもしれないですね、全員集合させて撮れる、うん、まあもちろんあの寄贈してるだけだから作家として使いたいときは、ね、いつでも当然使えるんだと思うけれども、うん、なんか今しか撮れないものの中で、うん、そしてやっぱりすごく印象的なのはその片山さん自身が今まではあの過去の作品の中でも、うん、まあ、当然ですけど、まあ、スチルであの動いていない状態、うん、まあ、一時期はその自分をマネキンのようにっていうような言い方もしてましたけど、その場に留まるっていう撮り方だったものが、うんうん、まあ、長時間露光っていう撮り方もあるのかもしれないんですけれども、こうぼやけていくっていう、うん、でこのぼやけるっていうものに関して の、うん、あの何か開放的なものっていうのがあったりするのかなっていうのを今見ててね、うん、聞いた上で見てる時に思ったんですけど、うん、この辺は何かこうしたかったっていうのって、まあ、話せる範囲であったりする。そうですね、うん、あの本当に私って、うん、なんかこう思い入れとか壮大な夢とかロマンチストなこととかほぼなくて、うん、全然こうだったからこうなったんですよっていう感じの人間なので、まあ単純に富士フィルム690ってすっごい単純なカメラなんですね。すごいシンプル、ちょっとこの場でなくて申し訳ないんだけど、ただの箱にレンズがくっついてるようなあのカメラ、何のためのカメラかっていうと集合写真を撮るために開発されたカメラらしいんですね。で昔はデジタルの前はフィルムでブローニーフィルムで
あの全員の顔が、うん、あのプリントした時にちゃんと分かるように撮れるカメラ、うん、中盤の、 あの比較で一番でっかい比較の6対9で撮れるカメラっていう売りでなんか発売されたらしいんですね、うん、であじゃあもうこれしかないじゃん、オブジェをちゃんと全部見せるのは、はいはい、もうこのカメラじゃんって思って、なるほど、集合写真だ、はい、そう、うんうん、で買ってみたら本当にただの箱で、でうわーすごいと思ったすごいなんかえこんな簡単なんか、うん、最初に借りたマミヤ645は結構自動でビーって、うん、自動で巻いてくれたり、うん、タイマーもついてるし、うん、何でもできる、はい、でシェルとビーストを撮った、うん、ハッセルブラッドの E553ELX は自動巻きがくっついてるタイプのものなので、はい、まあ、そういう、こう自分の手段のために選んでたところもあったんですね、うん、だけど今回は撮影のこのどういう絵を撮りたいかっていうためだけで買っちゃったから、うんうん、これどうやって使うんだろうどうやってとかあれんとタイマーはそうだよねないよね、うん、自動巻きでもないよねえどうするみたいになって、で挙句の果てにあれこれ2秒以上になっちゃうと、うん、長時間ロックを自分で閉じに行かなきゃいけないのみたいになってシャッタースピード2秒以上だよね絶対このスタジオみたいな、はい、でやっぱ私自然光で撮るっていうのが結構重要なところだから、ね、うんうん、なんかやっぱ作り込んじゃうと、うん、ただでさえ嘘っぽい写真がより嘘っぽくなっちゃうっていうか、はいはいはい、そういう感じがして、うん、それで、まあ、基本的に自然光で撮ってて、ね、まあ、ただ写真って全部嘘っぱちだろうっていう思うことは頭にあるんですけどね、うんうん、でどうしようどうしようって思ってたら、まあ、もうしょうがない、じゃあリモートコントローラー使って、うんうん、こうブロ、なんていうんだっけ、レリーズか、はい、レリーズ使って、でまあなんていうんだっけ、一番長い長時間録音のところにセットして、はいはいはい、でギュッて押して自分で1、2、3、4って数えて、まあ、そろそろかなって時にこう ここからカメラのとこまでダッシュして、うん、なんかゆっくり歩くとね映っちゃうから、ね、すごいダッシュして、うんうん、でカメラのところに来て5、6でまた数え直してなんかここら辺で大体消えたかなってところでガチャって止めるみたいな、ね、そういう感じでやって、で、まあ、2、3本撮ったら現像所に出して上がってきて、はい、でああなるほど、うん、こんな感じねっていうふうに確認できるように、うん、結構細かくメモりましたね。そうシャッタースピード、うんうん、まあ、何秒の回、はいはい、長時間録音で、うんうん、で F 値がこうで、はいはい、こうして光はこれぐらいの時間で、うんうん、とかなんだろうかんとか書いて、うんうんうん、1枚ずつで6級の企画だから8枚なので、まあ、結構メモをしっかり書いて、うんうん、でこうするとこう撮れるか、なるほど、じゃあ次に生かしてみるかって感じで、うんうん、多分、うん、何本ぐらいだろう、3、40本撮ったかな。ああそうなんですね、うん、じゃあ本当にそのなんか、うん、なんて言うんだろう、今いろんなことが今言いたいことがたくさん出てきちゃったんだけど、まあその本当にね、今まで作り込むっていうことを当然、うん、家の中はやってきたけど、うん、でも光に関してだけは自然光っていうところ、うんうん、何かそこに、まあ、写真って嘘をつくし、まあ、嘘なんだけど、だけどやっぱりそこの経験だったりとか、うん、それには真実があったりとか、うんうん、そこを撮ったっていうものも含めてですけど、何かこう一つそこには嘘じゃないものがあって、うん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 、でしかもそれを作り出すために、僕なんか片山さんがすごい素敵だなと思うのは、何だろう、これ例えばデジタルで隣に三脚置いて、何だろう、これでやったらこれくらいかなみたいなこととかも多分やれたりもするわけじゃないですか、うんうんうん、でもそうじゃなくて、多分そのなんかそこを作り込んでいくためのプロセスみたいなものをすごくなんか大事にしてるっていうか、そこに何だろう、その、うん、嘘のものなんだけど、そこにはちゃんと何か込めてるような感じもしたんですよね。そう、特にねフィルムは娘が生まれてからより思い入れがすごく強くなってきてて、うんうん、自然光を使うのもやっぱ、うん、自然光だけが本当に本物っていうか本当光だけがそこに、うん、今ここにあったもの、はいはい、だから、うんうん、信じられるものをそのまま残しておきたい、うん、なんか娘のこの
成長とかを見てて、はい、どうやったらとどめられるんだみたいなデジタルで、まあ、撮ってもなんか違うんだよなって、うんうんうん、本当なんか彼女のこう髪の毛とか爪を残しておきたいぐらいなそういうものがフィルムのこう撮った瞬間のこの、はい、まあ、魂を抜くじゃないけど、うん、パシッて真空パックされたような感覚がすごく近くて、うんうん、フィルムって、うんうんうん、でまあ、光だけは嘘つかないっていうか本物だろうっていうことと、はい、あともう一つそれぐらい制限をかけないと何でも自由にできすぎちゃって、はいはいはい、そこまで私はコントロールできないなっていうのもあったんですよね、うんうんうん、やっぱり照明とかまあ、光作るのすごく楽しいしそういう撮影も時々するんですけど趣味で、はい、だけど例えばインザウォーターとかは、ね、自分で光を作ってやってるの で、だけど、まあ、それはデジタルで撮ってて、うんうんうん、やっぱフィルムの時の自然光っていうのはすごくそういう思い入れと自分の中で の制限のため、うんうんうん、何かこう約束とかルールを設けないといけるとこまで行っちゃってそうかそうかなんか取り留めもなくなっちゃうっていうのがあって、うんうんうん使ってますね。なるほど、うん、逆にその制限があるからこそ、うんまあ、作れるものっていうことですよね、うん、なるほどな。これなんかもそうか。だから立って、うん、この後でもまた走って戻ってそう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 ですっていう形なんですね、はい、そうかそうか。あまりにも長時間録音しすぎてるらしくて、うんはいはい、光が多分箱の中で、うんうん、なんか乱反射じゃないけど変に刺さってるとかフィルムに入ってるみたいで、うん、このカーテンの模様がここに映っちゃってるんですよ、はいはいはい、シューって、うんうんうん、カーテンの光なのか。で最初それを現像したラボで、うんうん、このカメラ故障だと思いますとかって言われて、1回目に言われちゃって、うんうん、ガーンどうしようみたい な、たいな、うんうん、でもまあそれも合いそうって思ってで撮ってみたら、うん、あれ全部そうなるしなんか、まあ、故障だとしてもなんかなんでかなと思ったらやっぱり長時間録音しすぎちゃってるだけだったのかな、うんうん、あということなんですね、うん、そうそうそう面白かったです、でもその独特のなんかテクス、まあ、テクスチャーじゃないんだけど、うん、そのね、うん、が出てますよね、うん、なんかこの子にしかできないみたいなのとか、うん、そのやり方じゃなきゃできないみたいなのって、うんうん、なんか自分の中でこうしっくりくる方法みたいなのを一個ずつこう取りながら見つけていってる感じがして、うん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 、なるほどな、だからオブジェがね、うん、ここになくなるから最後に真空パックしとこうみたいな感じで最初は撮っていたんだけど、うんうんはい、じゃあ出来上がって現像出します、うん、でまあ撮る時ってこうファインダーを覗いてあここまでこれが映ってますね、うん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 、でここもうちょっとこの白いの入れとくか、うんうん、でここの足の角度がこうだからこうしとくかみたいな感じで、うんうん、物を本当に、うん、なんていうのただのこう構成する一つとしてしか見てない、うん、全然思い入れないんですよね、うん、だから、うんうん、例えばこの作品はすごく思い入れあるから全面に出したいんですとかやっちゃうとちょっと違うかなと思ってなんかこうやってパズルじゃないけどコラージュしていく感じ、そこの一つに対する思い入れを全部こう解体していくような感じでいつもこういうのは撮っててこう全集合系の作品はまあだってこの人間のこの形でしたやつとかドールっていう作品なんですけど多分主役級になっちゃうじゃないですか。確かになんかそのやっぱ絵とか絵画も昔のねモジリアーニとかもそのまあピカソの時代とかもそうだけど目を描いちゃうと目に人が集中しちゃうから白目を描く白目にしちゃうとかなんかそういうこう人の視点をずらして一つの構成をするっていうのをなんか多分ちっちゃい頃にそれを勉強してから写真でもそういうことをする癖があってでだから撮る時はファインダーからはそういう風に見てるんですね、うん、で現像上がってきました、うん、でコンタクトになりましたポーズを見てうん、うん、いいじゃんっていうのになって、うん、で次は 8×10 にします、うん、トリミングこれぐらいかな、うん、で今度ストーリーを構成していきます、うん、で、まあ、本番プリント入りますでいろんな CMYK、RGB のフィルム、うん、フィルターを
置いてプリンターさんと一緒にああじゃないこうじゃないって、うんうん、もうちょっと視野に入れてくれこうしてくれ、うんうん、してくれとかってもうほんと1枚ごとに3時間ぐらいかけて、うん、ああじゃないこうじゃないずっと言って出来上がったのがここら辺の今回の作品で、はいはいはい、うん、やっと壁にかかってへーこんなのが映ってたんだって感じなんですよ。壁にかかった瞬間に、まあ、学装されて、うん、壁にかかってやっと作品になったっていう感じ、うんうんうん、だからあの一番大きいナンバー10も、はい、デコレーションのフレームをしてる時は、はい、アトリエに実際あるんですね、うんうん、で額装されてプリントがあってで額をこうやってデコレーション1個ずつ貝殻でやるんだけどその時は絵なんかもう絵ってか写真なんて見てる余裕もないし、はい、なんか見えよくちゃんと見えないし、はい、壁にかかってあこんなところに盛り塩してるみたいなとかあなくしたと思ってたのがここにあったとか、そういうのをギャラリーで設営して初めて気づく、うんで、面白いって感じでオブジェをこう見てますね今この作品を。面白い。片山さんの中にいろんな役割の片山さんがいるんですね。うん、ああでもそうかも。でも段階ごとにね、うん、さって、はい。そうそう、だからすごい複数の職人がいる感じです。確かに。フォトグラファー片山真理もいるし、うんうんうん、いわゆる監督的なディレクター片山真理もいて、うんうんうん、あのここはこうだとちょっと思い入れ強すぎちゃうんでこっちがいいですみたいなのもあるし。うんうんで当然ですよね。だからその一個一個のまあプリンターがいて、うん、あの当然最終的なアウトプットのフレームもどうするかっていうのを含めて、うん、だから最後にアーティスト片山理が全部がこう合体して壁にかかったものを見てほうこうなったかっていう、うん、なんか結構私がこう構成してる時とかファインダー見ながらうろうろしてると、まあ、夫とかまた誰か入ってきて、うん、えこれ大事なやつもっと出そうよっていやそんなの他人には関係ないからみたいな別にそれがあってもなくても関係ねえよみたいな、うんまあ、そういうのとか確かにありますね。あ、うん、そっか、そうですよね。だから、うん、パートナーなんかだとやっぱ知ってるからいやこれ大事な作品じゃないのみたいな、こんな風に使っていいのみたいな、なるほど、面白すぎる。いや、なるほど。でもこれなんかは逆にあの、うん、そのオブジェ単体だけで写ってるものもあると思うんですけど、うんうんうん、そうですね、うんうん、このピースは、うん、あのハリボーもね、はい、あのそうですけどピースも割と、うんうん、片山さんの作品の中では出てくるモチーフ、うんはい、なのかなと思うんですけど、まあ、単純に数が多いからいっぱい出てくる回数が多いみたいなピースは、ね、多分ね、うん、700個ぐらいあるのかな。うわ、この一つのポプリみたいなのが、はいはい、あ、そうか、はい、まあ、これだけ結構異質で、うんうん、ハリボーも結構異質かな、うん、だけどなんかいつもレギュラー入りしてる。レギュラー入りしますよねそう、ピースに関しては、うん、あのちょうど私が16歳の時に群馬青年ビエンナーレっていう公募展があって、はい、若手向けの、 あの登竜門みたいに言われてる、はい、でそれに16の時に入選したんですね、うん、奨励賞をいただいて、はい、でまあ、家族の中で結構美術の活動を応援してくれたのが祖父 で、うん、で祖父すごいヘビースモーカー でいつもピースを吸ってたんですね、うん、で両切りのピースってマッチ棒みたいな、うん、あの箱だからなんか可愛いんですよ、うん、でなんかこれ使えそうじゃん作品にみたいな、うん、なんかアーティストぶっちゃった16歳の私がおじいちゃんに言って、はい、おじいちゃんを、はい、じゃあ取っとくかって言って、うん、なんか取っといてくれてたみたいなんですね。それであの彼が2010年に亡くなった時に、うん、お葬式とか全部終わって遺品整理 しようってなって、うん、お尻開けたら、うん、ピースの箱が山盛りうわーってあって全部空箱なんですよ。すごい、うん、これまさかあの時言ったやつ取っといてくれてたの、うん、ってなって、で、うん、あーなんか作んなきゃなって思って作ったのがこれで、うんうん、結構あのこの誰かのために何かのためにみたいなのは、うん、本当最初で最後みたいな感じかな。うん、うん、本当ピース、まあ、と、まあ、彼が吸い終わったピースの箱と、うん、黄色い服を 着てる女の子を見ると好きになっちゃうんだよねってよく言っててじゃあ黄色いバラのドライフラワーも一緒に入れてあげようって言って一個につき一本をこう包んでコツコツ作ってた作品。これ700あるんですかぐらいありますね。う、うん、そうかそうか。でハリボーは、うん、まあ、すいません、あの10代の時にこれまたデュッセルドルフ の、うん、あのお世話になったアーティストさんがなんかずっと
なんか作ってる時にずっとハリボー食べてて、はい、で最後に帰国する前に観光しようって言って連れてかれたところがハリボーの直営店でハリボーしょうがないから買ってって、うんうんうん、でその時のゴミをコラージュにして、うんはい、でちょうど多分その頃に大竹新郎さんに会って、はいはいうんまあ、彼は覚えてないと思うんですけどでなんか誰だっけ なんか当時の学芸員さんじゃないんだけどでも誰か大竹さんのお知り合いの方にこう1日 3,4 点以上作ってる計算になるんだよね、はい、大竹さんってみたいな、はいはい、前傾点やってた時なんですけど、はいはいはい、でそれに感銘を受けてよしじゃあ私も1日3個作るぞ作品をって思ってコラージュを毎日毎日作ってたんですよ、はい、でそれで作ったのがハリボーのコラージュ でそれを写真に撮ってまたそれもね写真に撮って、うんプリントしてそれフライヤー印刷でこう山盛りプリントしたやつを切って壁に貼ってっていうのがなんかなんだろう自分の習慣になっちゃってで初めての場所とかなんかこうつまんないなって思うと基本的に全部ハリボー貼るよねハリボー貼っとけみたいな感じもうハリボーは僕の中でやっぱ片山さんのトレードマークになってて、なってますよね大丈夫かなハリボーいや大丈夫あのキャンベルみたいなもんだから大丈夫じゃないですかそうそういつかねコラボするんじゃないかなっていう気もしますけど、うん、いつか分かってほしい、ね、いつか分かってほしい愛をねそうかそうかいやでもなんかすごくそれはあだからいろんなやっぱり片山さんの中にでもなんだろうその全員集合する作品の中に片山さんの今までのそのまあお会いされてきたアーティストだったり当然その面と続くそのアート史の歴史みたいなのが当然含まれてくるから、うんうんうん、そこからこういろんなものを見る人たちがこう読み解いていくんでしょうね、うん、だからそういう意味ですごくその創造性の宝箱みたいなものがここにあって、でも片山さんとしてはその今言ったお話のように割とシンプルにこうしたいんだよねっていうところが出てきてて、うん、でも読む側はそこに多分いろんなものを多分読んでしまう、うんうん、でもそれはどっちも OK で、うんうんうん、なんかそこにすごく片山作品の魅力がまたあるんだろうなっていう気がしました。これなんかこの作品なんかはちょっとぜひお話をお伺いしたいなと思います。これ2枚のディクティックみたいになってるのかな、加工から出てきてるようなところなのかな、うんうんうん、これは、うん一番最後に撮った写真 で、はいはい、でうわってあるオブジェで、まあ、美術館に行っちゃう日の朝にそれを全部メンテして梱包してこの黒い箱に全部入ってるんですよ、はいはいはい、でもそれもハリボーのラベルでラベル付けされるんですけどでそれに入れて、うん、その日のそのてかこれを撮ったその日の朝の7時に出発してクレートに入れに行くっていう日の朝に、はいはい、やっぱりもう一回撮りたいってなって、うん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 、でもう一回って言って30分だけ朝の光で撮ったのがこれ で、 そうなんですね、本当に最後の最後に、うん、なんか朝の光っていうのはそれこそ、ハイヒールプロジェクトの時もすごく大事にされてて、うんうんうんまあ、なんかこう希望みたいなものもあるっていうような話もされてたけど、うんうんうん、やっぱり片山さんにとってこの朝の光っていうのはすごく大切な光なんですね、うん、そうですね、うん、お別れなんだけど、うんうん、まあなんだろうね、これすごい恥ずかしいことで、なんかこれからの始まりだなみたいな気がして、まあ本当手放すことですごく身軽になれたし、結果としても、うん、でまずこの作品もできたし、なんかやっぱオブジェは触れば触るほどすごくね、またなんかこれやりたいあれやりたいっていろんなものが浮かんじゃうんですよ、うん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 、でこれを手放しちゃったら私作れるのかなっていうぐらい、はい、本当にすごく大事な人たちだったんですけど、そうですよね、うんうん、だけどそれを手放したことの方が身軽すぎて体も楽になっちゃって、うんうんうん、で本当バイバイみたいな感じだったし、うんうん、でまあじゃあこれができて改めてどう思うって思った時に、オブジェって何のために作ってたんだろうって改めて考えられたんですね、うん、っていうのもやっぱり写真をカメラを選んで写真を撮って現像に出してプリンターさんとプリントして額装するっていうこの一連の流れが、うん、シャドーパペットとかバイスタンダー撮ってた時から比べてかなりスムーズにもう自分の中で固定されたっていうか、こういうやり方で分かってきた
カメラとの付き合い方とか自分にとってのカメラとか、その5年間でなんか考える時間がとにかく多い時期だったんですね。でいてそのプリントも現像も必ず私の手を離れる行為だし、で、まあ、もっともカメラ自体絶対にカメラをカメラというか写真って行為が絶対カメラを通さないとできないものだから、なんか常にどこかのこうレイヤーが入ってて突き放されてる感じが、多分なんか準備をしてたんだなって、離れていく被写体とのなんかで、その5年間のおかげで結構手放しでそこもそのカメラを選んでから学装して壁にかけるまでができるようになったんですね。なんかいつまでもこう全部抱えてこうやってやってる自分が、ここはこうこうこうってできたから、結構スムーズに今回プリントから、撮影からプリントまでできてて、で10月にメップで個展、メップのスタジオで個展をしてたので、はい、そのとあのフランスに行く前に全部仕上げなきゃいけなかったんですよ、はい、だから10月の中旬にはもう出来上がってて、実は全部、あ、そうだったんですね、で、そっからオープンまでの間に、学装とかやってたけど、なんかこれって何だったんだろうって考える時間がすごくじっくり持てて、オブジェって私の何だったんだっていうのを、やっとその高校生の頃作ってたものも含めて、やっと自分の中で手放してやっと分かったみたいな、なんかうすうす気づいてたけど、そういうことだったのかみたいな。いや、面白いですね。しかもそれはそのカメラがあったことでその準備ができてたっていうこともすごく面白いし、この後の片山さんはどこに向かっていくんですか？もうね、なんかね、3つ4つやりたいことが浮かんでて、でただやっぱり去年本当に忙しかったし、いろいろやりすぎちゃったから、本当はねパリから帰ってきて速攻作ろうと思ってたんですよ、新作を。ちょっと休んどく温めとくみたいな感じで、とはいえ、ここら辺とか作ってたけど、でも、だからパリから帰って、なんか本当に好きなことやろうと思って絵を描いたっていうことなんですね。面白いな。でも今イメージしてる新作は写真なので、そうなんですね。ちょっとよしやるかっていろいろこう整ったらまたや始める気はするんですけど、ただこの富士フィルム690はずっと相棒になっていくだろうなって、本当にフィットしました、自分の体に。そうなんですね、ただの箱っていうのがまた良かったかもしれない。シンプルなのが一番いい、なんか余計な機能がついてないってことですよね、やっぱ扱えない、やっぱ自分でこう両手で抱えられる以上のものを持っちゃいけないんだなって、この人生ですごい経験すごい深いところで、なんかカメラもそうなんだなって、いい話だな、ありがとうございます。いろんな本当に素晴らしいお話聞かせていただいて、まだまだ話尽きないところなんですけど、この展示はちなみに片山さんいつまでですか？2月の19日までです。2月の19日ということで、ぜひその片山さん自身もその展示の会場でなんか改めて自分の作品というものを発見できたというものなので、このプリントもね、動画を見て、写真を見て、それで満足ではなく、ぜひ2月の19日までということなので、会場の方に足を運んでいただければと思います。今日からどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。